先輩いきなりですが問題です先輩はデートの待ち合わせで私を待っていますすると大人な雰囲気のお姉さんが先輩に近づいてきてこう言いますねえそこのお兄さんそう君お兄さんすっごくタイプよかったら私とお茶しないさて先輩はどうしますかうんうんそうですよね当然断りますよねでも ででもですよ先輩本当は年上好きですよねだから年下の私は妥協されてるんだなって分かってます私にバレなかったら年上のお姉さんにホイホイついていっちゃいそうで不安なんです妥協なんてしてない愛してる <laughs> いきなり何言ってるんですかふ意うちずるいですよ私も愛してます <laughs> それに先輩かっこいいから逆ンされそうで心配なので先輩がうまく断れるように私がレッスンしてあげますでは早速ですけどさっきのお姉さんにはどう断りますか彼女を待ってるからお茶はできないですかふむふむ彼女がいることを言うのはポイント高いですねでもそれだと。 彼女さんが来るまでお話ししましょう。うとか言って引き下がらないかもしれませんついでに「ねえお兄さん LINE やってるよかったら私と LINE 交換しない?」って連絡先まで聞かれちゃいますよ先輩推しに弱いから連絡先くらいならとか思って教えちゃうんじゃないですか絶対にダメですよ 肉食系お姉さんに連絡先なんて教えたら四六時中デートのお誘いしてきますよ。多分。<laughs> ですから、連絡先聞かれたらこう答えてください。彼女の束縛が強くて教えられませんって、連絡先まで断られたらさすがに引き下がるはずです。ん私の心配をしてくれるんですか <laughs> 大丈夫です。 先輩のためなら私は他人にどう思われたって構いませんから <laughs> これで連絡先を聞かれた時は大丈夫ですねでは次のパターンもいきましょうう,うんうんねお兄さんそうそう君 <laughs> 驚いちゃって可愛いいきなりだけど私のお家に来ない私と楽しいことしよ <laughs> 先輩はお色気お姉さんの誘惑を断れますか断れないかもダメです絶対ダメ確かに私は胸もお尻も小さくて色気なんてないですけど、うん、そんなの嫌ですお姉さんの色気なんかに惑わされないでもっと私のこと見てください冗談それに私にしか興味ないから。 逆難されても絶対に断るもう冗談なんて言わないでください冗談でも傷ついちゃいます。でも、私にしか気を見ないなんて、<laughs> 嬉しいです。うん、先輩に逆難の断り方を教えるなんて、奇遇でしたね。私、 これからも私にしか興味ないって言ってもらえるように頑張りますだから先輩もずっと私のこと見ててくださいね。<laughs>